はい、続いてですね、そろそろブレーキパッドが限界だと。やっぱり山道走ってると、ブレーキパッドの減りも早いんで、今僕が乗っているこの車はエブリの DALE62V だね。64W とかじゃなくて 62V、まあ、軽貨物の仕様の方なんで、まあそっちの方の車はまあ人気がないようなので、あんまり検索してもね 64W とか 64V とかそっちの方が出てきちゃうんで、まあ 62V の車のまあブレーキパッド、まあ、ちょっと頑張って変えていきますんで、まあ参考にする人は、まあ、僕も自己責任でやってるので、まあ自己責任においてまあ見てみてください。もしあダメだっていう人はまあ車屋にちゃんと作業工賃払ってやってもらってください。では行きます。はい、じゃあ次はね、ブレーキパッドの交換に行きますと、これ左からなんだけれども、まあ、まずは、ここ裏側いて、この、ナットだね。これを外すと、この、まあ、ブレーキパッドが、の、これなんだろう、キャリパっていうのかな、ちょっとわかんないけど、これがパカッと上がるんだよね。まずそれを上げてみます。はい。まあ、あとはその取り付けの前に、これがブレーキパッド初めて見た。まあ、アマゾンの、車検対応のやつを買ってます。まあ、これ意外と硬いんだね。パッドって、硬いんだね。石みたいだよ。まあ、あとは、この引っかかりとかは、まあ、まだ全然、いける感じだね。まあ、でもちょっとここら辺の、錆ってどうなんだろうな、まあいっかなとは思います。ちょっとこれからつけていきます。いやー、何分硬い。これで取れました。そしたらこれがパカッて開くってみんな言ってたけど、お、開いた。して、これが。こうか、こうついてたものをこれ手前、これが奥の手前だね。すごいな、すごいピカピカって研磨されてるね。まあ、だいたいあと2ミリ、まあ5ミリか、あと5ミリぐらいだね。まあ、もともと新品はこれだから、比べるとまあ、雲泥の差だな、これ。はい、で、次、これパッと取ったら、次はこのピストンだね。ここに見えるやつ。これか。これをどうにかあっち側へ押しやらないと、熱いパッドが入らないんだよね。で、まあ一応こんな感じでグリスを塗るんだけど、いや、これピストンどうやって戻せばいいんだろうな。まあ一応 62V はこれが、これごと動くんだよね。だからいいのかな？ちょっとまあこれでやってみるけど。はい。まあ結局手でやれば押し込めるとは聞いたけど、全然手で押し込めないから、まあ一応万力で押し戻してますね。まあ戻っていってますね。まあ本来だったらこの金具も取って、まあ、錆とか、そのブレーキのカスをね、
撮った方がいいんだけども、ちょっと今日は時間がないからこれ以上はできなくて、まあこれでちゃちゃっと変えてちゃちゃっとやります。であとはこれだ、これでよかったかな、 62V のこれだな、ブレーキオイル、まあ一応他のこの車じゃないけど、まあ一応圧が無理やり戻すから溢れないように蓋を緩めておけという動画はあったから、まあ一応これでやってみて、はい、じゃあこれで閉まるかな。戻っては来たね。でこれでまたこの後ろのネジを締めるとこまでやればいいか。そうか、逆になるんだね。あっちから締める分にはこっちか。結構深かったからな。今これ生命維持装置だからね。特に今はリゾートバイクで山の方に来てるから、まあこれは重要だね。まああとはこれ元男前モノタロウの、まあ、ディスクパッド用ブレーキ、まあこれをこんな感じで塗り、まあちょっとちょちょっと広げて、まあこんな感じでいいかな。して今度は先にこっち手前側から入れるので、まあこれをこの爪3箇所だね、こことこことここ、これを噛み合わせて、まあここにスポンと、まあちょっとこれつっかえ木をし、つっかえ棒を作って、うん、まあこんな感じで当てはめて、まあ、裏のパッドも、まあ、同様にこれを外して、まあ、ここにグリスをつけてまた裏にはめ込んでいきます。まあ、あとはここここら辺のまあディスクローターのサビも、まあ、落とせたらグラインダーかなんかで落としてみてもいいのかなとは思います。ブレーキの踏みしろ戻すのに何回かブレーキを踏んで、それと、あ、ちょっと待ったよ。ちょっと緩めておいた、このブレーキ、まあ、フルードのこれのキャップを閉めて、それでまた踏み、パッドの厚さ分増えたので、踏みしろ戻すために、で、エンジンかけて、まあ、ブレーキを踏みます。まあ一応こんな感じかな。キュッコ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 。まあこんな感じで戻るかな。はい、じゃあとタイヤをつけて見てみようかなと思います。まあ、これはさ、噛みすぎて回らなかったら話にならないから。まあこんなもんでいいのかな。でもまあこんなもんだったしな。あとはこれピストンが戻っ、パッドの厚さ分戻って、これオイルフルードがまあ大体真ん中ら辺だったけども、もうマックス超えたよね。多分満タンまで入れてたのがピストン戻ったからなんだろうね。まあ一応この後はちょっと試しに走ってみて、まあ問題がなければ、いいと思います。で、あとは、あまりにもこれブレーキがもう噛みすぎてると、なんだろうな、ブレーキパッドも熱くなって、あとはフルードのなんだろう、温度も上がって、それで気泡が入ってなんかブレーキ効かないっていうことになるので、まあブレーキパッドの交換、これは自己責任でお願いします。まあこれは エブリィ 62V のブレーキパッドの交換でした。ディスクローターまでやってみたいけど、ちょっと、しんどいな。